防犯探偵、榎のシリーズガラスのハンマー。ガラスのハンマーは、角川書店から刊行された、岸優介の長編小説。防犯探偵、榎のシリーズ第一作。幾重にも張り巡らされたセキュリティをかいくぐり、オフィスビル内の最上階で介護サービス会社社長が、撲殺された事件の謎を追う。物語は二部構成となっており、前半の第一部は、 目の元と純子があらゆる可能性を模索しながらトリックにたどり着くまでを描き、後半の第2部は事件の真犯人が犯行を実行するに至った背景と実行模様が描かれた登場形式となっている。2005年に第58回日本推理作家協会賞受賞。2004年4月に刊行、2007年10月に文庫化され、その文庫版には ノリズキ・リンたろの著者へのインタビューが収録されている。メイントリックは、著者が20年前に温めていたものであり、別海を次々と潰していくキャラとして、折しも自身が住むマンションのセキュリティがお粗末だったため、専門家に話を聞いていたことが結びつき、探偵役の江本というキャラクターが生まれた。またその専門家から聞いた話も、本作にて活かされている。 本作で介護サービスが描かれたのはその事業に参戦していた著者の友人から介護事業について聞いたことをきっかけとし、介護ロボットについては取材を拒否されたが資料からこのぐらいのことはできるだろうと想像して描いたという。十二階建てのオフィスビル、六本木センタービルに構える最上階から3フロアを占める介護サービス会社、ベイリーフでは役員らが日曜日にも関わらずに 株式上場を控えたことに絡んで休日出勤していた。そんな中、社長のエバラが殺害される事件が発生。現場は最上階の社長室、ビルのエレベーターからは暗証番号がないと最上階には行けず、その最上階には廊下に監視カメラと鉄壁のセキュリティが備えられ、フロアにも秘書たちがいたという密室状態だった。そして、 唯一その網を逃れられる続き扉の向こうの専務室で仮眠を取っていた専務、久長が逮捕された。久長の弁護人となったレスキュー法律事務所の弁護士、青戸淳子は、久長の無実を証明するため、防犯コンサルタントの江本恵に密室の解明を依頼する。久長の弁護団が誰しも久長の無実を信じずに慶を軽くする弁護方針を掲げる中、 江本と純子は様々な可能性をしらみつぶしに検証する。ありがとうございます。